人間生きているといろんな出来事に遭遇する。そしてその経験によって価値観や考え方が大きく左右されることがある。好きだったものが嫌いになったり、嫌いだったものが大好きになったり。え、ひろみどうしたの？野菜嫌いだったじゃん。なんかすごく野菜美味しくてさ。もういい半々よね。そうかな。私も大好きなものが変わった。そして性格も。だけどこれはただの変化じゃないの。だってこの変化は私が事故に遭って移植を受けたことから始まったから。ヒロヒロ探偵団。またため息ばっかりついて。メンヘラヒロミメン。メンヘラで悪かったね。でもしょうがないじゃん。ヒロミは自分から不運を呼び寄せてる感じだよね。あと悪い男。うるさいな。私はヒロミ。過去のいじめが原因で心を病んで、それから回復することもなく24歳を迎えてしまった。メンヘラ24歳。口に出すとますます心が死にそうになる。いつ死んでもいいや。ヒロミそればっかりじゃん。人生は自分で楽しさを見つけていくものだよ。そうそう、そんな揚げ物ばっかり食べてると体壊すよ。私の口癖は死んでもいい。そして大好きな食べ物は唐揚げとアメリカンドッグ。なんというか私の人生はきっとアメリカンドッグの棒についたカリカリを食べるためにあるんだと思う。今となってはあの頃の自分が本気で死んでもいいと思っていたのかはわからないけど、いつも通り友人たちの前で一通りメンヘラった帰り道。これが私の転機だった。はあ。ため息をついた瞬間、それを合図にしたように突然感じたことのない凄まじい胸の痛みに襲われた。胸が締め付けられるような圧迫感に油汗が吹き出してくる。私死ぬの？死んでもいいと言ったことをほんの一瞬だけ後悔して、私の意識は途絶えた。ヒロミさんは心筋梗塞です。それから虚血性心筋症を発症しています。心臓移植をしなければなりません。そんな嘘。日本での移植は10年、生存率 90% と好成績です。まだお若いですし、リスクはありますが、移植してみませんか？はい、お願いします。私の知らない間に心臓移植は決まり、ドナーが決まるまでは心臓に負担をかけない治療が行われた。その間も私はこんな風に生きるなら死んだ方がいいと思っていた。割と本気で私のためにドナーを使うなら他の人にあげた方がいいとか、そんなことばかり考えていた私は次第に口数も少なくなり、ついには喋らなくなった。だけど結局ドナーが見つかり、先生は生きる希望になるかもしれないからと私に心臓を移植した。そしてこの心臓移植によって私の人生は本当に変わった。ヒロミ大丈夫？聞こえているのね。よかった。ヒロミ何も言わなくていいよ。手術の後なんだから。よかった。これでまたしばらくすればご飯に行けるね。何年ぶりだろう。楽しみにしてるからね。ヒロミ無事に手術は終わったよ。もう大丈夫。みんなほんわかして温かい気持ちになる。みんなの顔を見て私はうなずくことしかできなかったけれど、心の中は感謝の気持ちでいっぱいだった。私はそれから徐々に回復を見せ、リハビリが始まった。そんな私が周りを驚かせたのは感謝の言葉だった。なんだか毎日がすごく楽しいんだ。リハビリも順調だし、生きててよかったって心から思うの。お父さんお母さんありがとう。ヒロミ、そんな言葉今まで一度も聞いたことがなかったのに。移植してよかった。手術が終わってからというもの、私はものすごくポジティブになった。リハビリがうまくいかなくても落ち込まない。どんな時も明るくニコニコしていられる心の余裕があった。そしてさらに、ヒロミさんよく食べるわね。はい、ご飯が美味しくて、病院食ヘルシーでとっても美味しいんですよね。今まではこってりしたものが大好きだったのに、あっさりとした味付けのものが好きになった。ようやく退院した私は友達と久しぶりにビュッフェランチに出かけた。すると友達はものすごく驚いた顔をしていた。え、ヒロミどうしたの？野菜嫌いだったじゃん。なんかすごく野菜美味しくてさ。ヒロミ変わったよね。そうかな。もしかしたらさ、心臓の持ち主の影響なんじゃない？持ち主か、誰なんだろう。ヒロミが心臓移植することになった時からいろいろ調べてたんだけどさ、記憶が細胞に宿る説が有力らしいよ。そうじゃないの？私もそう思ったんだけどさ、心臓移植を受けた10人の全員が術後に2つ以上のドナーとの類似点が見られたらしい。私が変わったっていうのもそういうことなのかな。食べ物とか音楽の好みとか趣味とか性格まで変わっちゃうこともあるんだって。あと女の人が男の人の心臓と肺を移植したら男っぽくなったとか。それすごいね。だってドナーと患者って会えないから知りようがないんだもんね。ドナーか、どんな人だったんだろう。疑問に思うものの、私には少々心当たりがあった。だってよく見る夢の中に一人の女の人が出てくるから。その夢はいつも朝気持ちよく起床して私が鏡を見る夢。私が映っているはずなのに鏡の中はいつも見知らぬ女の人だったから。そしてその鏡に映っている人はいつも、さよ今日も可愛い一日楽しもうっていうの。
だから私は調べることにした。私が心臓移植をすることになった前日から当日の死亡事故の記事を。あった、これだ。風間紗友さん、きっとこの人に違いない。私はこの風間紗友という女性をネットで調べ、 Facebook にたどり着いた。すごく毎日楽しそう、ポジティブでみんなに愛されていた人なんだな。こんな素敵な人が事故で脳死するなんて。紗友さんはとても綺麗で明るくて、たくさんの人に愛されていたという。そして思い出の写真を見るたびに、なぜかとても懐かしい気持ちに襲われた。紗友さんの好きなものはサラダとフルーツだった。ビーガンではないけれど、揚げ物はあまり得意じゃなかったらしい。それを見て、この人が私を変えたんだと確信した。はぁ、最高。みんなで島に旅行に来れてよかった。懐かしいな。ヒロミ来たことあるの？うん、心臓の中の人がね。私はそれからサヨさんの思い出の場所を友達と一緒に訪れた。そして思い出に触れて胸の温かさを感じる。彼女は今も生きている。私は彼女に感謝しているんだ。新しい人生を与えてくれた彼女に。だからその恩返しをするために、これからも思い出の地にたくさん行こうと思っているんだ。この動画がいいと思ったら高評価とチャンネル登録をして待っていてくれ。では、次の動画でまた会おう。ヒロヒロ探偵団。